皆さんこんこにちは、えー、レクセン講師の厚田です、えー、それでは、えー、FP 本試験、えー、2022年1月3級、えー、の、えー、公表を始めていきたいと思います。えー、っとまず、えーっと、本試験、えー、受験された皆様お疲れ様でしたで。これからですね、3、え、級、ー、FP 本試験の、まあ、公表をしてまいりたいなというふうに思っておりますが、ただ今回、あのー、 産級試験といっても、えー、実施団体が2つありまして、えー、金融財政事情研究会の場合は、えー、学科プラス実技が、えー、複数、えー、で日本 FP 協会の場合は学科と実技が 1, 1つずつという形になっていましてでこちらではですね、えー、と学科は共通なので学科そしてちょっと申し訳ないですけど最初に、えー、と FP 協会の資産設計提案業務の、えー、公表して、えー、最後に、えー、金材の、えー 個人資産相談業務の公表してまいりたいなというふうに思っておりますので、まあ、そのような形でですねまあ一つの試験で15分弱になるんでしょうかねまあ内容とかそういうところの公表をしていきたいなと思います。でまずあの 受験された方であれば当然お手元に問題はあると思うので、まあ、ただ、例えば今手元にはないという方は、まあ、スマホ等でも見れるかもしれませんけども、まあ、答えだけですね簡単に申し上げていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、こちらでですね確認してみてくださいと。でちょっと学科試験から行きたいと思うんですが。 学科試験におきましてはまず、えー、合格基準ということで申し上げさせていただくと、えー、学科試験については前半の30問が生後問題。 〇、えー、×なんですけどもマークシートなので、えー、丸であれば1番、えー、×であれば2番というような形になっているかと思いますそして、えー、後半30問が3・択1ということで1・2・3のうちいずれから、えー、1問選ぶと1つ選ぶというふうになっていますで、えー、全て、えー、これは共通していましてどの問題であろうが1問1点と。 いうことで、えー、合格に関しては、えー、36点以上、まあ、言ってみれば36問以上で合格とで各科目ごとの足切りなどはないので、まあ、あの何でもいいので例えば、えー、ちょっと極端し,しますと、えー、1問目から36問目までが全部正解で37から、えー、60までが全部不正解でも合格しますので、まあ、ですので、えー、単純に36以上、えーまあ合ってれば合格という形になります。 はいでは、ちょっと回答だけ先に読み上げていきたいと思うので、ちょっとお聞きいただきたいと思います。で、科目ごとに5問ずつ、えー、刻んでいき,、ま、いきますので、えー、確認、えー、してください。では、えー、っと、問題の最初のライフから、えー、問い1から問い5までいくと、えー、と、ごめんなさい、それで、あの、1とかに、えー、分かりづらいと思うんで、1については丸、2については×というふうにこちらはちょっと言い換えていきますので、えー、問い1から問い5のライフですが、問い1が×、えー、えー 問い6から問い10のこれはリスクになりますが問6問7問8問9丸問10が丸となります。続いて問11から問15の金融ですが11が「丸、12が「丸、13が「ツ、14が「丸、15が「ツ。 そして16から20のタックスですが16が丸 ○17 が ×18 が丸 ○19 が ×20 が×そして21から25の不動産ですが21が ×22 が ×23 が ×24 が丸 ○25 が丸○そして26から30の相続ですが 26×27×28×29×30× となりますこれが問題です。 で続いて、えー、三子択一に移ります31から35のライフですが、えー、31が3、32が2、33が2、34が3、35が3、36から40の、えー、こちらはリスクですが36が1、37が1、38が3、えー、39が1、40が3。 そして41から45の金融になりますが41が2、42が2、43が1、44が2、45が2、そして46から50のタックスですが46が1、47が2、48が3、49が1、50が1。 次51から55のこちらは不動産ですが51が2、52が2、53が1、54が2、55が3、56から60の相続ですが56が1、57が3、58が2、59が1、60が3ということで今、あのー 自治団体から出ている公表をそのまま読み上げただけなんですが、ちょっとまあ私ので、多分読み間違いなかったと思うんですが、あるかもしれないので、再度、皆さんの方で確認いただければというふうに思いますので,で、これであの36問以上、合っていればえ合格という形になります。では、ちょっと最初に答えだけ読み上げていこうかなと思うので、次、日本 FP 協会の資産設計提案業務に移りたいと思います。 でこのあとすぐに金材の個人資産相談、個人資産の相談業務に移りますが、まず、日本 FP 協会の資産設計提案業務なんですけれども、こちらは全体で20問、20問あります。20問あって、こちらは100点満点での合格ということになるので、1問すべてどれでも5点、1問5点で20か所で100点満点というふうになりますので、まあ、単純に12、1 以上12箇所以上、えー、正しければ丸があれば、えー、合格というふうになりますではちょっとこのこちらも、えー、刻んで、まあ、そのままあの5問ずつでいきたいのでこれ科目もちょっと、えー、関係なく見ていきますが問1が2問2が2問3が2問4が1問5が3次問6から問10ですが問6が二、問7が問が2問7が3問8が2 問,9が1問10が3続いて問11から問15ですが問11が1問12が3問13が2問14が2問15が3次問16から問20ですが問16が3問17が2問18が1問19が2。 問い20が1という,ふうになってますので、えー、まあこちら12問以上、えー、正しければ合格という形になりますはいでは続いて、えー、今度はまた金材の、えー、個人資産相談業務のまず、えー、回答だけ申し上げたいと思いますでこちらなんですけども他の試験と違ってですね金材、まあの実技は基本こういうふうになっているんですけどもあの 1> 第1問から第5問までの5問構成でえこれ決まっていることが一つあって、まあ、3級の場合はもう全部決まってはいるんですが、えー、第1問ごとに10点の配点が必ず決まりまます点点の配点が決まるのであの例えば問題によって第1問が9点で第2問が11点とかそういうことは絶対ないので全て10点、えー、ずつの配点です。でその時に3級、えー、の場合は全部3、えー、子択一になっているのでそうすると、えー、実際には答えがですね まあえー、3問しかないので3344、まあ、がどこ行くか別にどうでもいいんですけどもというふうになるので必ず4点の箇所が出てきます。で4点の箇所が出てくるんですが今は実施団体からですねこのところが4点ですというふうに伝えてくれてるので、まあ、ですから例えばあの 以前の場合だと、まあ、3級の場合、えー、小問が15個並んでいるので6割ということは9問で9問でも合格できないことがあります、まあ、9る3点だと27点なので、まあ、30点以上が合格なので合格できないとで10箇所合えば、えー、最低の3点、えーまあ、3点が全部だとしても3け1 0で30点ということで合格になると。 であとは4点が5箇所あるんですけども、まあ、それが、えー、1つでも入っていれば必ず9問以上で、えーまあ、9問じゃ合格できないな、えー、39273824ごめんなさい合格できないので、まあ、まあ30点以上ということになりますのでじゃあちょっとこちらで申し上げてきますただ基本的には4点の箇所って時間がかかるところです、まあ、計算問題とかで時間のかかるところが4点だというふうになります はい、では、こちらも、あのーまあ、正解、えーまあ科目、今度は科目ごとに、えー、正解と拝点申し上げていくので、えー、ライフの第1問から見ていきますと、えー、第1問の問1が2、えー、問2が3、えー、問3が2、拝点は問3が4点です。問3が4点、残り3点ずつになります。次、えー、第2問のこれ、金融になります、えー。金融ですけども、問4が2、問5が3。 問六が一、ですね、二、三、一と。で、配点は問四が四点で、残りが三点です。続いて、第三問のタックスなんですが。ええー、問七が一、問八が一、ええー、問九が三。で、こちら配点が、問七が四点、で、残りが三点ずつとなります。続いて、第四問で。問えー、問十から問十二なんですが。問十が二点、あ、ごめんなさい、問十が二。ええー、問十一が三、ええー、問十二が三。

問14が1、問15が3となっていて、こちらがですね真ん中の問14が4点となって、残りが3点というふうになっていまして、ちょっとこちらの公表はまた別の試験科目、一つ一つ見ていくので、その後最後見ていくような流れになりますので、では、そうしたら簡単な公表、まあ、今後のこともありますので、まあ、簡単な公表などをですねしていきたいなと思います。 で実際あの、私まだちょっと,ほんと斜め読みでしか見ていないのであの内容についてはですね、えーまあ、もちろん説明できるところも説明していこうかなと思うんですけどもでこちらなんですが3級の場合あの前半が正誤問題後半が3子択一ですがこれあの例えば聞かれるときにどっちが簡単なんですかと聞かれたらあ間違いなく3子択一の方が簡単です。 三4、択一の場合だと例えば選択肢の中になんか1、2、3があってそれで丸なんかいろいろあると思うんですよその組み合わせがあるんで一つ外していくだけで選択肢が3、択、まあ、一しかないので一つ外せば半分の確率になっていくしあの内容についても整合、えー、問題に比べると優しいです。 でところが、生誤問題って分からなかったら分からないんですよ、一つでも。あの例えば、1行しか1行というか、一つしかないあの、例えば2行から3行くらいの文章しかなくて、知らなかったら、丸か×かって分からないので、もうどうしようもないです、分からなければ。ただ、確率的には50%の確率当たるので、まあ、 例えば分からないときにはその日の気分でまあ全部丸にする分からないものは全部丸にするとか×にするというふうに決めていけばそれだけでもかなりの数拾えるのでまあ3級については基本的にはそういうふうにやっていけば必ずですね学科試験は合格できます。ただしあの間違っていただきたくないのは3級で高得点まあ学科試験で高得点が取れたからといって2級に行ってですね高得点が取れるかというとそうではないです。 じゃあなぜかというと3級の場合は確かに正語「丸か「ツかそれしかないので答えははっきりしているんですが2級の場合はこの1個,1個ごとのその文章が4つあるんですよ。その中から例えば適切なものを選べとか不適切なものを選べとなるんであので漠然とこの選択肢についてはこれなんとなく「丸だなとかなんとなく「ツだなツだろうではだめなんですよ。何が間違っている えまあ正しければ問題ないんですけどもどこが間違っているというところが分からないと2級に行ってから点数は伸びませんのであの自分は例えば高得点取れたと言ってもあの適当にさっきみたいに分からない時丸にして当たったのかちゃんとそのえ×の場合でしょ×の場合どこが間違っているかが分かっての正解であればいいんですがただ漠然とこれなんか×っぽいなとかそういう形でやっていると2級では全く点数取れなくなるのでそこだけですねまあ注意していただいてでポイントとしては ですねまあ、ちょっとこれから申し上げてきますがこういうところを覚えておけば2級でも、えー、十分、えーですね、短時間で合格しますということで申し上げていこうかなと思いますでは、えー問1のえー、第1問のカッコ1から見ていくと最初ライフ5問続きますが例えばカッコ1にあるような弁護資格を持っていない、えー、FP がという、えー、こういう行政問題の、えー、問題が出てますが。 これについてはですね2級でも必,必ずというかほとんど 90%, 90以上の確率で出るんですけれども、まあ、今回、たまたま弁護士ですが税理士資格のない、えー、まあ FP, FP だけの資格で他の資格内容ということで、えー、弁護士とか社労士とか司法書士とかそういう人,人が出てきてですねその場合、えー、適切なもの不適切なものみたいな形になってくるんですがこれ例えば。あの 一般的的抽象なこところが個別的あるいは具体的なところに踏み込んでしまうと資格がないとアウトになってくるので今回はま民法の条文をもとに一般的な説明を行うと書いてあるのでこれに関しては誰が説明しても全く問題はありませんので。 弁護士法には抵触しないと、まあ、こんな形なので別に覚えるようなところじゃないと思うので、えー、個別一般的なのかそれとも抽象的なのかというふうに分けていけばいいかなというふうに思います。で2番のところなんですが 特にライフとかだと年齢を覚えておけば解けるような問題があるので、まあ、今回は後期高齢者医療の話が出ていますが、まあ、75歳以上というところですねこれを例えば70歳とか65歳とかそういうふうに選択肢を、えー、まあそこの年齢だけ入れ替えてくることが可能あるのでそこだけやっとけば十分だと思います。 あとはですね、カッコさん、ちょっとこの選択肢とは関係ないんですけれども、老齢基礎年金の繰り,下げえと繰り上げについてが、その、えー 1か月あたりの、えー、率がですね下がる、えー、これが確か4月からだったと思うんですけれども、下がるようになってますが、えーまあ、下がるときには月、まあ、今0.5%がそれが0.4%になるで、後ろに繰り下げるときには1か月当たり0.7%増えていくんですけれども、そういうところもしっかり覚えてお,けなおかなければいけないということになるので、まあ、これ、せっかくなんで、えー、それも合わせて確認いただければと思います。 はい、あとはちょっとすみません、えー、とあと、括弧5番にあるような、えー、とでここにある教育ローンという話がありますが、教育ローンは基本的にはあの、一般的な民間の金融機関のローンは出ませんのであの、ここに書いてあるのは政策金融公庫の問題しかもう基本的にない、あとは奨学金の話ですね、えーまあえー、有利子証、無利息の奨学金があるんで、それぐらいしか出ませんから、そこだけ確認いただくようお願いいたします。<laughs> 次6から10のリスクなんですけども 例えばなんですが、8個7に、まあ、収入保証保険というものがありますが。 これはよく、まあ、2級でも、えー、よく出てきて、例えと収入保証保険は1月まあなくなったらそこから1月いくら10万とか15万がそのまま、えー、その契約年齢までもらえるというものになるんですけれども、一括で受け取ることもできるんだけれども、仮に、まあ、あの10万ずつ,つ、例えば1000万もらえるとで、それを一時金でもらうときには1000万もらえるかというと、それはできなくて、まあ、会社によって違いますけれども、当然、えー、保険会社運用せずに、えー、すぐその時点で渡すことになるんで、これ適当なことですけれども、本来であれば、えー、例えば1000万もらえるところ、 万一時、えー、金でもらうと900万に下がっちゃうとかそういうふうになりますのでそれを頭に入れておけばいいんじゃないかなと思います。 あとは、えーといえー、過去8のところが自動車保険の車両保険なんですけどもあの水没というのは地震による津波とかと津波と洪水ではです、ね、内容が違うのでそこも整理いただくといいんじゃないかなというふうに思いますあとは、まあ、これ、まあ、3問とか4問できればもうそれでいいんじゃないかなというのがライフになりますあリスクになります続いて11から15の金融なんですけども まあここにあるところでは、例えば、絶対に間違っていけないのは13のところで、一般に格付けの高い債券ほど利回りが高く、格付けの低い債券ほど利回りが低くなるとありますが、格付けが高いということは、どういう状態なのかというと、格付けが高いイコール、信頼度が高い、格付けが低いイコール、信頼度が低いとなります。 ですから同じ例えば100万なら100万のお金を預けるとこれは貸,す貸し付けることになるんですけれども、えー、信頼度の高い企業であれば100万貸しても戻ってくるだろう信頼度が低いところだと100万、えー、貸しても社債、まあ、ですから。 債券ですからそうすると戻ってこない可能性もあるということになってくるのでこれ逆なので格付けが高ければ利回りが低くてもお金集まりますし格付けが低いと利回り高くしても集まらないこともあるとなりますからそこ逆の関係になるということをつ掴んでもらえればと思いますあと15にあるような NISA これは金融では2級でもよく出てきますから NISA のところはしっかり整理いただくといいんじゃないかなと思います 次16から20の、えー、タックスになります、えー、ここにおいてはなんですけども例えば20番の、えー、まあ、年末調整の話がありますでこちらについては年末調整で所得税の医療費控除を適用けることができるまあ、給付所得者がというところがありますけども年末調整では3つできないものがあります1つが雑損控除 一つが医療費控除、あともう一つが寄付金控除、この3つは年末調整ではできませんから必ず確定申告必要だとなってますのでこれも今の段階で頭に入れておいていただければすぐ、まあ、これ、正誤判断はできるかと思います。はい、あとはですね、あの括弧18にあるような合計所得金額のところは数年前にです、ね、変わっていますから。 まあこの場合10万が上がったり下がったりというところがあるので例えばちょっとすべて伝えられるわけじゃないんですけども例えば給与所得者の給与所得控除については今までよりも10万例えば引き下がったりとか基礎控除が10万上がったりとかまあそういうところの10万が上がったり下がったりというところがあるのでその関係つかめておくとまあ理解は進むんじゃなないいいかなとううふうに思います次21から25の不動産に移りまして。 えー、こちらなんですけども、えーとですねまあ、ちょっと一部細かいなというところもあるんですけれども、例えば過去21、21はこれはまああの必ず正解を取っていただきたいですが、あの不動産の登記事項証明書、これいわゆる登記簿登本のことを言っていますが、これは。えー 所有不動産の所有者に限られると書いてありますが、お金さえ払えば、まあ、あの実際には今、収入印象で払うことになりますが、誰でも取得できますので、例えば住民票とかはもちろん利害関係の人しか請求できなかったりしますけれども、こちらに書いてあるような登記事項証明書はお金さえ払えば誰でも取得できるというところなので、まあ、これはあの必ず正解を取っていただきたいなというところになります。そうですね あとはちょっとあるんですがこれちょっと実技のところでお話ししようかなと思うんでこれで不動産が終わりで次、26から50 30の相続なんですけども今、これ非常にトレンドになっているのが相続事業承継の場合はですね23年ほど前に民法改正がちょっとまあ順々に何個4つ結局4つ,4つですね民法改正が行われてきた,たんですけども その中のですね、特に問題が作りやすいのが28番のこの実質証書遺言の財産目録の話とかこちらには今回ないんですけども遺言書の保管制度実質証書遺言の保管制度ができたんですけどもその2つが非常に聞かれやすいので、まあ、今回もその1つの流れということで、まあ、これももうずっと今、えー、近年ずっと出,出ているとこなので、まあ、財産目録はパソコンで作っても問題ないと。 ででただえ、これの場合だとです、ね、28はこれ丸になるんですがえもう少し突っ込んだところで申し上げると財産目録はすべてのページに証明を押印しなければいけないというところがあるので、まあ、そこをちょっと、まあ、頭に入れてもらえれば2級でも十分対応できるかなというふうふに思います。あととは、まあ、30番ののころの <laughs> 死亡険金の非課税金額の計算はこれ500万かける法定相続人の数なので600万ではなく、これ600万は遺産に,遺産にかかる基礎控除などこれ600万を使ってますのでまあこういうところもしっかりまあ500万と600万の違いですねこれをしっかり3級でやっておけば2級に行ってから苦労せずに得点が取れるということになります。では続きまして三子択一の第2問に行きます。 でちょっと31番のところで係数の、えー、話があるんですが今回の場合は、まあ、知っておかないと解けないので、まあ、31番は、えーまあ、こちらの 3, 3つの中からどれを選ぶこれは知っておけばいいんですがあの金額などを計算するときにはちょっとこの問題では説明できないのでちょっと詳しくは申し上げませんがあのどの係数かわからなくても電卓に入れていけばですねあのやっていけば必ず答え出ますんであので 計算の場合だったら、まあ、例えば、えー、今これだけあるんだけども10年後にどうしたいとか、まあ、そういうことが分かれば電卓で入れていけば例えば普通に考えた時にお金を自分でそのままタンス預金にするのか金融機関に預けて増やすのかというところありますけどもあのその時に例えば自分が100万,ず100万持ってそれ10年後も当然、えー、まあ 目減りする可能性ありますが額面としての金額は100万は一緒ですよね。10年前も10年後も一緒。で、それを金融機関に預けたら普通利息が本当に微々たるものではありますがつくんで100万を超えなければいけないと思うんですよ。それが計算していくと100万を下回るような係数が出てくるんでそれは絶対答えがとしては間違っているのでそういうふうにやっていけば必ず3級の計算問題は係数早見表を使った計算は必ず解けるのであんまり心配しないようにしていただきたいんですがただ用語のこういう31のような問題はこれ知らないと解けないので。 まあこれは簡単なところでいいので頭に入れてもらえればと思います。はい ですかね、えー、とあとはですね、まあ、年金がらみのところはちょっとこれはましょうがないので、えー、理解いただいてで35番のところについては、まあ、これ住宅ローンの返済方法ですから、まあ、元利均等については毎月の返済額はこれ同じですよね。同じで、えー、ただ返済、えー、元金の返済額が増えてきますよね。ただ増加ということで、まあ、この場合元利均等と元金均等とありますから元金は返済する金額、まあ、元金は一緒だけども利息 が一番最初は高くて徐々に少なくなるんだ。そういう特徴も掴んでおくといいんじゃないかなと思います。はい、次36から40のえっ、ー、とこれはリスクです。リスクに行きます。まあ、ここのところですね。今37番にあるような変額個人年金、あの個人年金もですね。今すごくあのー。 利回りが低いので例えば今までであれば個人年金とか60歳まで、えー、まあ年金入っていくとそうすると例えば300万積んだらですね330万もらえたとかそういうようなとこだったのが今それもなかなかきつ、えー、厳しくなってきたので変額を使ったような個人年金というのがよく出ているので、まあ、そういうところに合わせた問題なので、まあ、変額の商品、まあ、変額の商品性もしっかり理解しておく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。 はいあとは、まあ、地震保険については、まあ、これは、えー、まあ2級でも覚えておけばすぐ解けるようなところだと思うので、えーとですね、建物は5000万ですよね、これ5000万が、えー、と上限ですね、で火災は1000万、でこれはもちろん火災保険でいうと1億と2000万が上限となってますので、まあ、それぐらいで大丈夫じゃないかなと思います。 で41から、A、45のこれが金融ですけども例えば43番にあるこの利回り計算についてはこれ必ずできるようになっておいてくださいこれ2級でも、まあ、2級の場合今はこういったような計算問題ではなく、まあ、組み合わせとかで求めるさせるような問題も多いんですけどもあのこの利回り計算は基本中の基本ですから必ず43のところはですね正解できるようになっていただきたいと思います。 あとは44番の株式の投資指標のところもこれも2級ではよく計算問題で出題されるところなので、まあ、43、44あとまあポートフォリーの期待,期待収益率もこれやると簡単なんであのこれって実際にはですね、A 資産の期待収益率3%に 0.4かけたものと B 資産の収益率の5%に60%かけたものそれただ単に過重平均すれば答えが出てくるのでこれ一度慣れるとすごくね多分10秒ぐらい解けてしまうような問題なので45番も2級で出ることもありますからしっかり理解をしていただきたいと思います。 次46から50のタックスなんですが、ちょうど今46が一番下にあるんですけども、これ、えっと、概算取得費の話なので、外算取得費は5%ですまあ5。5%だから一番、これ即答で一番選べるようになっていただきたいなと思うので、これ2級になってくると与えてくれないので、自分で5%持ってこなければいけないので、取得費が不明の場合、あるいは有利な場合は、外算取得費が使えますというふうに考えてください。また47番の まあ退職所得控除額についてはこれも計算式を覚えておけばすぐ解けるのでこれはすぐ見てわかる2番ですよね2番が正解ですからまあ見た瞬間にすぐ解けるぐらいまでになっていただきたいなとあの20年までが40万1年あたり40万20年を超えたら1年あたり70万となってますから。 でこれもし退職所得の金額はと聞かれたときには必ずかける2分の1があるかないかを見てください。そうすればあの退職所得の場合は2分の1があれば、えー、それはいいんですけど、2分の1なかったらその時点であの間違ってますからそういうふうに、えー、判断できますから2分の1かけるということを忘れないようにしてください。はい、あとはですね、えー、とじゃあ51番からの、えー、不動産に移りますけれども。 そうですねまあ、これについてはですね653がセットバックの話ですかねセットバックについては 中心線からの場合は、これ、あの必ず道路って4メートル幅を確保するということが念頭にあるので、例えば3メートルしかない場合は、中心のところから1点、中心から2メートル下がったところがですね道路境界線ですよというセットバックの話なので、まあ、今回の場合はそれでいいんですが、あの2メートル下がったところで、反対側が崖とか川とか線路の場合は、反対側に建物建てれませんから、その反対側の道路の境界から4メートル下がったところが道路境界線ということなので、まあ、そこのところもしっかり頭に入れておいていただきたいなと思います。 はいえー、であとはですねまあいいかなと思うんですいませんちょっとこれでやめて56から60の相続なんですけれどもあの57番にあるような。 あの法定相続分の計算は必ずできるようになっていただいてで法定相続分計算するときには必ず相続の順番を決めることが大事なので今回 A さんがいますが子供いませんから第一順位がいない第二順位のお父さんお母さんも亡くなっているから第二順位いないだから第三順位ということなのでそうすると妻が4分の3残り4分の1を兄 C と姉 D で分けるので4分の1る2分の1は8分の1ですか1 8といううで番ねふうになります。 からあの順番を決めるということをですねしっかり理解いただいてください。 あとは59番はこれよくある2割加算という言葉があるわけですから3割加算とか5割加算という言葉はないのでその言葉が分かっていればすぐに1番が59を選べるんじゃないかなということであの3級の問題まあ学科試験については普通にやってれば普通に受かるはずなのであのここのところまあそのような形かと思うんですがただ冒頭でも申し上げたように特に学科試験というのは点数が高,か高いからといってできているわけでは,わけではありませんからまあ自分の中 で間違っているものにさてはここが間違っているというのが指摘できないと2級ではですねあの立ち打ちできませんからそのような形でですねあの日々、学習まあ2級に行かれる方についてはそういうふうにえ学習していただければ2級でスムーズに合格できるかと思いますはいでは続いてあの FP 協会のえ資産設計提案業務の簡単な公表、まあ、解説していきたいなというふうに思います でこちらについてはですねもうあの傾向基本的にここにあるような形なので。 まあ例えば、問い1については、行政問題の話があるので、学科試験でもえ申し上げましたが、通常はえ資格を有していない FP が、例えば弁護士のところの話をしたりとか、税理士のところの話をしたりするんですけれども、よくある家庭の事例に基づく場合には、これは全く問題ではないです。お金をもらってても、セミナー自体がお金、有料なだけであって、その内容が有料というわけじゃないので、問題はないでしょうと。ああとはです、ねまあ、あの一番にあるような なえー、生命保険のの内容の分析自体はは全く問題はないですただし、まあ、例えば A 生命の就寝保険が利回り高いからいいですよとか BA 生命の、まあ、この例えば介護保険がいいですよとかそういうこと言っちゃだめなので、まあ、そこだけ気をつければいいので、まあ、この場合はまあ2番ですね2番が明らかに、えー、非弁行為してますから問題があるということでこれを選べばいいと。 次問2番のキャッシュフロー表の話ですがこれは2級の実技試験でも必ずキャッシュフロー表が出ますから、まあ、ここのところ慣れていただければというふうに思うんですけども、まあ、特にあのあのところについては2%の変動率をそれを加味しながら計算していけばいいのであとは常数の計算を電卓でできるかというところなのでそこの使い方分かっておいれば、えー、問題なくできるんじゃないかなというふうに思いますし 次のところの金融資産残高は前年の金融資産残高に、まあ、今回1%ですか1.01かけてあとは年間収支を足せばいい、まあ、今回ではプラスなので足せばいいとそれだけの話なのであの決して難しくはありませんからここのところもスムーズに解けるようになってください。 で次が問3がですね、こちらについては計算をしていかない、まあ、計算というか、あるものを使っていくんですが、やっぱりちょっと3級の学科試験よりもこちらの方がレベル高いかなと思うので、ここにあるような PER とか PBR とか、配当利回りのその内容については確認しておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと問4は割愛させてもらって、問5については、 これはなんだ投資の話ですねでここのところですけども例えば産休ですからそんなに時間はいらないと思うんですが。 二級になってくると非常にボリュームが多くなったりするので、あの計算あ時間のかかるような問題は後回しにする癖をつけた方がいいと思います。あの通常皆さんですね三級受けてる方であればおそらく頭冒頭の問題から順々に解いていくんじゃないかなと思うんですが、あの三級の、えー、教会の実技試験と二級の教会の実技試験のボリューム全く違いますから、三倍ぐらい二級のありますから、あの冒頭から読んでいくとですね冒頭から読んで、えー、冒頭から問題解いておくと解いていくと後ろの方の問題時間切れになってしまう。 今のうちからですねあのすぐ解けるような問題は解くけども解けなそうな問題はそこで解くんじゃなくて後回しにするという癖をつけた方がいいんじゃないかなと特に二級の場合も金融が先に来ますから一つ目の,かもあの要は 総論みたいなところじゃなくて、科目の1つ目、必ず金融って決まってるので、金融の問題は結構、計算が厄介なことがあるので、あの答えなかったら、それでもう、もう一回やり直しになったりするんで、あの金融は後回しの方がいいんじゃないかなというふうには思います。はいえー、では続いてですね、第3問が、これ、不動産ですね、不動産ということでですね、まあ、こちら、えー土地、公的な土地評価に関しての内容になっていますが。 例えば、こういうふうにこれ、あ、い、うの組み合わせなんですけども、こういう場合って、必ず解けるところからやっていけばいいんですよ。で、例えば、自分だったらですね、う、まああの,のところ、相続税路線価は、工事価格の何パーセント程度っていうところなんですが、路線価は80%、固定資産も70%というのが頭に入ってるんで、この時点で80%選べば、それでもう2番が正解という,うに決まります。 だから3級の場合は3子択一なので1つどれでもいいから1つこういうふうに分かるところだけ見つければあと残り解かなくても解けますからそういうふうな形で今うとか、えー、あと固定算で評価額の公示格の70%これ覚えておかなければいけないところなので、まあ、しっかりこれは覚えておいてくださいとはいで次がですね問い棚のところの、えー、こちらについては えっと計算になるんですけどもこれはさっきセットバックの話がありましたがセットバックの話で今回は高土地の反対側に落つ土地があるわけなので、まあ、道路の中心線から2メートル下がったところがですねあの道路境界線ですから、まあ、自分の土地であろうがその分は道路とみなされてますから建物を建てれませんということで、まあ、そこのところ頭に入れてもらえれば答えも用意されてますから解けるんじゃないかなと思うので、まあ、そんなところでしょうかね。はいこれ、まあえーっと 二十メートル分だから十メ10平米ですね。十平米が少なくなるので、まあ二百から十平米いた百九十。これが回答ということになります。はい、続いて第四問のこれライフじゃな失礼しました。リスクです。リスクになるんですけども。 これは一つ必ず言えることがあって3級も今回は一つだけですが保険証券の読み取りがありましたが2級になると必ず証券の読み取りがあって例えば今回、がんになって入院して手術したとかあるいは交通事故で死亡したとか。 病気で入院してとか、まあ、いろいろそういう形が出てくるんでそこの時にしっかり自分が金額出せるようになるようになっていただきたいのであの保険証券の読み取りってこれもただあのちょっと先ほど申し上げたところと関連するんですが保険証券を全部頭から読むんじゃなくて選択肢を見てですね必要な情報だけをピックアップするという作業の方がいいと思うのでの頭から読んでいても無駄なところ読んでもしょうがないので、まあ、ですから引き換れているところだけを、まあ、情報を抜き,抜き取るようにしていただき いただければなといいう,うに思いますので、まあ、証券の読み取りは、もうこれは協、えー、会の実績では必須だというふうに考えてください。はい、ちょっとあとは残りは割愛させていただきますので、続いて、えー、第5問はタックスですねで。タックスなんですけども、こちらについては、 総所得金額なのでつまり総所得金額ということはこれ損益通算の話なので、まあ、損益通算の考え方が理解できているかというところになってきてで損益通算というのはもう2級では必ず理解しておかなければいけないところなので、まあ、損益通算というのはつまり総合課税の分を合算していくものになるんですけども、まあ、そこのところ今回アルバイトと老齢厚生年金ですがどちらもですねあの下に表があるのでそちらを見ながら所得を求めで ただ,ただ今回の場合は、えー、と雑所得とです、ね、アルバイトの2つ、ただ、えー、所得を求めていけばいいだけなので、ただそんなに難しくないと思うので、えー、まあ11は正解取れるようになってもらって、それと並んで問い12のところが、 まさにこれが損益通算の真正面からの問題になってますのでただ、ここの場合だと雑所得は損益通算対象ではありませんから無視で不動産所得もマイナス200万ありますけれどもそのうちのですね50万が土地の負債でしたので800万給与の800万プラスマイナス200万の600万に50万足さなければいけないので今回は650万、えー、ごめんなさいこの場合だと,、えー、と損失の金額なので200から50万いったら150万だけ損益通算 できますよというふうに持っていかなければいけないのでまあ、これもあのそのきつさの考え方しっかり理解いただければなというふうに思いますちょっと当事さんとかのところは残りは割愛させていただきます続いて第6問の、えー、これは相続です でこちら、あの法廷相続分の話があるんですが、まあ、今回は、えーとまあ、木村さんという方が亡くなって、奥さんがいて、子供が3人いるんですけども、まあ、いるというか、いたんですけども、まあ、だちょ長男とかが分かんないので、えー、2人も亡くなっている、3人兄弟のうち2人が亡くなっていると、でた,ただし、そのうちの,、えー、そのお孫さん、亡くなった方から来て孫、お孫さんの1人は相続放棄していますよという話があって、 まあ今回の場合は民法上の相続,分相続人と法廷相続分の話なので放棄したらその人を初めから相続に出なかったものと見なすとなるので、まあ、そうするとまあ妻とも子さんが2分の1残り2分の1をですね 今回の場合はイさんのお子さん「タイガさん」というのがちょっと名前最近難しいので読めないんですけどもまあ i g a さんと、えー、タクヤさんでいいですかタクヤさんの子供のりなさんりなさんのところただこれ相続してるから TAIGA、まあえー、さんとあゆみさんですかねこの2人が相続して終わりとなりますからこれ2番ですよね2番が正解となりますからまだ3級ですかこの程度ですか2級もう少し複雑になってきますから、まあ、しっかり相続人、まあ、順番を決めること順番を決めた 誰が相続になのかというのを選べるようになっていただければと思いますではちょっとすいません相続はこれで終わりで次第7問のですねこちらから総合問題ですね総合問題になりますでちょっと見てほしいのが問い16番の これ香川家のバランスシートがありますがこれあの3級でも出ますけども2級では自分で金額を求めて金額を書か,かなければいけないという、まあ、これ王道の鉄板の問題が出てくるんですが、まあ、今回は答えが1、2、3ってあるんで、まあ、選べるんですけどもこれ、自家評価必ずしていけば答え出てでこれ香川家なので香川さんご夫婦の、えー、とこですね話になりますから1人だけじゃなくて、まあ、全体家計の中での合計だということを理解いただいてこれ必ず出て。あの 2級の実技では2点もしくは3点ぐらいしっかりきますから、えー、ま必ず出る問題なのでこれ解けるようにしておいてください。で問い17番のまさにこれが係数早見表の問題ですがこの場合はこれ3つしかないので,でこれについてはですねあの電卓入れていけばこれ必ず答え出ますから。あの えと500万円を運用しながらパーで運用しながらここは、まあ、取り崩したのでこれちょっと2回2つやっていくんですけどもこういう問題もあの慣れてくればすごく簡単なので今のうちから慣れていただければなと思います。はい っていう感じでしょうかね、ちょっとあとはちょっとすいません、割愛させていただきたいと思いますが、まあ、3級としてはま最近、細かいところも出たりはするんですが、とはいえ、基本に忠実な学習しておれば、あの6割は取れる問題だと思うので、解けるところからしっかり解いていっていただければ、6割は取れるんじゃないかなというふうに思います。はい、では最後に、えー、個人資産相談業務の公表、まあ、解説公表をしていきたいと思います。 はい。 でこちらについてはリスクがないので、まああのライフ金融、えー、タックス不動産相続という順番になりますすべて、えー、1つの題門ごと10点となっていてで例えば第1問のライフなんですがこれ年金の話なので、まあ、ここのところですね、まあ、あの説明のところの、まあ、今回 A さんと、まあ、基本的にこれ大体いい A さんが出てくるんですが A さんのところの保険期間を見ながら、まあ、そこで、えー、何ヶ月を選ぶのかというところなので、まあ、これ慎重にやっていただく あとは問い2番の穴埋めについてはこれも先ほど、まあ、ちょっとこれはあの試験が違う。 教会のところでもお話したんですが、こういうふうに、丸一丸二丸三があるときには解きやすいところから解いていけばいいので、まあ、この場合だと小規模、えー、企業共済なので、えー、これはですね、丸一はが7万なんですよ、1000、えー、円から七、えー、7万という形ので、7万分かれば、ただこれだと一、えー、番、三番のいずれかになって、ただこれ全額が、えー、掛け金控除になるので、まあ丸一丸二の時点で3番が正解だって分かるんですけれども、まあ、こういうところは分かるところから解いて、まあ、選択肢を一つでも多く絞り込んでいく。 そうすればですねあの全部わからなくても答えにたどり着きますからそういうふうな学習を進めていくのがいいかと思います。はい、では続いてですね、えー、と今度は、まあ、3番については、まあえー、これまあ適切なものになってますので、まあ、ちょっとこれは知っておかなければいけないのでちょっと確認はしておいてください。 はい、では次、第2問のところが今回は株式や投資委託で積極的に運用したい A さんがというふうになってますので、まあ、X 社に関する資料があってで今回については問い4を見ていただくと X 社株式の投資指標についてというふうになってますからこれ計算ができないといけないので PER の計算の仕方配当成功の計算の仕方とか あとは判断材料とか、まあ、そういうところをしっかり理解しておかなければいけないのであの計算は3級であってもしっかりできるようにしておいていただきたいなというふうに思います、はい、あとは、まあ、すみません5等6はちょっとこちら皆さんの方で見ておいてくださいでも NISA は非常に重要です2級でもよく出るので NISA はしっかり確認しておいてくださいでは第3問のタックスになります 今回はまあ会社員の A さんということで総所得金額につきましてはこの人は会社員なのでその会社員の分と一時払いの返額個人年金をやめましたと13年9月に入ってでこれ2021年中なのでまあ5年経過しているので通常これと一時所得になりますから えと払った、えー、と受け取った600万から一時払いの500万引いてこの場合必ず50万の控除が使えるので50万でこの場合は総所得金額に参入するときには2分の1というふうふになっていますからそれができればあとは給与のところはすぐできると思うので、まあ、今の一時所得の計算ができれば問い7はすぐに正解になると思います。 あと、問い8のところも、えー、これもですね組み合わせの話なので、1、2、3、丸1、丸2、丸3ありますけども、解きやすいところ、分かるところからやって、まあ、絞り込みをかけていくということが必要になってきます。あと、問い9の医療費控除についてなんですけども、医療費控除についてはガソリンとか駐車料金はだめですよ、タクシーもダメですよ、まあ、使えるものは公共機関を使った場合なので、電車とバスは基本的に認められますというふうに考えてください。 はいでは、いいでしょうかね、はいで次、第4問ですで。これ見ていて思ったのが、あの今、ですね、まあ、当然こういう形でですね憲兵率と要石率の問題が出るんですが、ちょっとここを見ていただきたいのが、説明のところ、まあ、第4問の説明のところに、えー、高土地の概要ということで、まあ、図があると思うんですよ。 その左側のところに四角でですね、まあ、上から用途地域指して憲兵率して要請率というのでいろいろありますが一番下の防火規制というところがここが今までは防火地域の問題しか出なかったのがここ数年ちょっと法改正もあった影響で純防火地域のところも出てきましたで純防火地域に例えば対価建築部建てると、えー、まあそれが緩和されるとかいうところなので緩和されるですねその規制も緩やかになっているというところを理解しておかなければいけないので 今まではこの純防火の場合は2級までであればよく出てはいたんですが3級でも防火規制のところ純防火まで落ちて、まあ、緩くなっているところも出ているのでしっかりそこのところですね緩和のところとの絡みで確認いただくといいんじゃないかなというふうに思います、はい、あとはまあ問い1万の D とかの話はこれ60%とかの話でいいと思うんで、まあ、ここは問題ないんじゃないかなということでじゃあ最後の相続に行きます で相続についてなんですが、まあ、13が生前贈与なのでこれも金額頭に入っていれば特に相続時生産は税率が20%ですから20%分かればこれでいきなりもう答えですよね2番があの20%、2 1つしかありませんから、まあ、13番はいきなりもう2番が20%分かっていればすぐ選べるというところですし、まあ、歴年課税についてはこれ税率のところの話なんですが。 長男 C さんは44歳ですから20歳以上なのでこの場合直径存続からのところに、えー、ごめんなさい900万を A さんから A さんは。 74歳、お父さんから受けたわけですよね、だからこの場合は、特例贈与財産の税率を使うので、あの直系存続間で使っていくのが特例贈与財産で、それ以外の方、例えばおじさんとか、あと配偶者とか、そういうふうに使っていくのが一般贈与財産ですが、この特例贈与財産の税率の使い方と一般贈与財産の税率の使い方、これはしっかり理解いただく必要があるかと思います。 ですかね、あと遺産にかかる基礎控除とか、まあ、これはちょっとすいません確認は皆さんのほでしてくださいということで、まあ、こちらですが今個人資産の問題見てきましたけども、まあ、先ほど例えば私ちょっと斜め読みでしか問題は見てなかったんですが、まあ、見た瞬間さっきみたいに相続に生産であればいきなりこれでもすぐ答えが出るとかそういう話なのでポイントが分かっていればすぐにですね解けてしまうような問題というのはたくさんあるんですがそれが二級になってくるとそれたくさんポイントが増えていくんですけどもやることは変わりませんから一つ一つ地味な作業にはなるか とと思いいますがし正しいことをししこをっかり理解しておくそうすればあの難しい問題があってもですねちゃんと解け,解けますからそういうふうな形で、えー、学習していただければというふうに思います。はいということで時間になりましたので、えー、今産休の公表という形ではこれで終わりなんですけども、まあ、これからですね、まあ、結果を見てまあ 次じゃあ2級に進もうという方がいらっしゃる時には、まあ、最初にも申し上げたように、まあ、3級と2級では勉強の仕方学習の仕方は変わらないんですけどもしっかり理解しないと2級ではです、ね、何回も何回も受け直すという羽目になってしまうので、まあ、ですからあのしっかり年齢とか金額とか、えー、と年齢金額 あるいはパーセンテージとかそういうところをしっかり覚えておけば比較的2級に行ってもそんなにですね深い学習しなくても合格できると思うんでそういう形でですねあのまあ承認していただければというふうに思います。ででではは、えー、今日はこれれ終わりたたいいと思いますお疲れ様でした